たんですけど、多分待機になったから着いた、はい、あ、着いてますね、ちょっと時間も、はい、です。最初の方、自己紹介とかもしかないんで大丈夫だと思うので始めさせていただきたいと思います。英語のタイトルになってますが、一応日本語では IS リスクの処理系 IRIS ということで、ちょっと発表させていただきます。よろしくお願いします。まず最初、雑ですが自己紹介です。めんどくさかったんで GitHub の方を貼らせていただきました。最近だと一番上の4JavaScript で書いたやつが Moon Gift に上がってちょっと嬉しかったです、はい。で、それ以外だと文芸的プログラミングの Happiness っていうのを少し一時期書いたりしてました。あとはロズウェルの9に何やら書いたりしてます。今日発表するのは4番目の Iris というものです。この GitHub のページの最後のアクティビティのところのこの緑色が一番濃いところですね。8月のいっぱい濃いところ、これが今日僕が頑張った成果です。この部分を話します。今日のアジェンダですが、Introduction to IS Lisp and IRIS っていうのが前半パート。まず後半パートが、The Internals of the IRIS っていう形で発表をさせていただきます。最後は、余談ということで IRIS in the future ってちょっとだけ発言ですが、まず前半の Introduction to IS Lispアイリスについてお話をさせていただきたいと思います。まずこの IS LISP というのがどういう言語かというのをちょっと説明させていただきたいと思います。コモン LISP について効率の良さと学習及び利用の容易さを目標として各方言スキームや、EU LISP というのがあったんですがを参考にして開発されています。特にコアの部分では日本のカーネルランゲージというのが京大の湯浅先生とかを提案された案だったんですが、こちらが土台になっているそうです。強調したいんですが IS LISP は、ISO スタンダードです。コモン LISP が ANSI スタンダードのに対して、IS LISP は ISO スタンダードという形のポジションを取って企画がされています。まず1回目が1997年ですね。プログラミングランゲージ IS LISP、 この翌年に、JIS 規格という形で日本の規格が策定されています。プログラミング言語 IS LISP という、こちらの方は日本語のドキュメント公開されていますのですぐに読むことが可能です。その後2007年、ちょうど今回多かったんですがクロージャー のリッチ・ヒッキーさんがクロージャー策定されたのと大体同時期に、リパブリッシュされまして、もう一度プログラミングランゲージ IS LISP という形でスタンダライズされました。直近で今最も枯れている実装っていうのは、OK LISP っていう OK 電機が開発されている LISP のバージョンが、一応1999年ってことなんでリパブリッシュの企画とはちょっと互換性が怪しいところではあるんですが、最もなんというかリファレンス実装として採用されています。IS LISP の特徴について紹介させていただきたいと思います。まず一つが、EROS っていう名前の、IS LISP Object System というのがあります。
これは、コモンリスプにクロスっていうのがシーロスかクロスかいうんですけど、というオブジェクトシステムがついていたんですが、それに、サブセットという形でですね、作られたオブジェクトシステムです。イロスの特徴としては、IS リスプの全ての型をサポートしています。コモンリスプの場合は、いくつかの型とかがプリミティブ型とかが、クロスの支配下になかったりするんですが、 IS リスプの場合はそもそもイロスをベースに上から作っていくんで、完全なオブジェクトオリエンテッドな言語になります。次に、静的範囲を基本としつつも動的範囲も扱える、レキシカルスコープが基本となるのは、モダンな言語では大抵そうだと思うんですが、余談としては EMAX リスプはちなみに動的スコープを持っています。ダイナミックスコープですね。コモンリスプスキーム等々は基本的にはレキシカルスコープ、静的スコープというものになります。ただコモンリスプの場合は、グローバル変数が、動的範囲という、IS リスプの場合はここら辺をきちんと整理しようという目的もありまして、グローバル変数、局所変数ともに静的範囲、動的範囲両方とも定義できるようになっています。あとは RS、R5、R5RS とかに比べるとちょっと言い難いんですが、コンパクトな言語集になっています。大体134ページ程度のドラフトが公開されていますっていうのが一応表の意見なんですが、実際に書いてみたり作ってみたりすると大体 C 言語みたいなもんで、そんなに簡単ではなかったです。で、あと一応公式にも見解が出てるんですが、パッケージ管理システムが無策定です。リクワイヤーとか、あとはあのデフパッケージ系の話とかが、策定されていなくて、東北大学が1900年代21世紀にある前の方に研究としてパッケージシステムの策定はしてみてはいるんですが、実際に使える実装というかものは普及はしていません。で、パブリックドメインの企画草案が公開されている。これはコモンリスプについては特にそうなんですが、コモンリスプの場合一応フリーで使える企画書草案というのが TP-ANS というのがあります。ちなみになんか先日あたりも話題になっているハイパードラフ、ハイパースペックですね、こちらの方をちょっといじりたいんだけどっていうのは、ちょっとやっぱりその著作権の管理の問題とかでうまく扱えなかったりしたんですが、 IS リスプの場合はパブリックドメインですので、企画自体は皆さん自由に手に入れることができます。で、公式サイトに企画準拠確認用の検証システムがある。これはオプテンキの方が開発されているようで、それを公開されています。で、この検証システム自身が IS ディスプで書かれていますので、この検証システムが完全に通るとほぼ規格準拠であるということが保証されて、品質が一定以上ということに言えます。特にですね、失礼しました、あと IS ディスプの特徴として、そのコンパクトな言語集の中には例えば引数ですね、関数の引数の部分にキーワード引数が使えないという、純粋に可変調引数のみをサポートしていて、それ以外のオプショナル変数だったりとかキーワード変数というのが使えなかったりします。しかしこの、動的スコープ、ダイナミックスコープをサポートすることによってそこら辺がカバーできます。こういう形ですね。隣のサンプルコードを見ていただくと、例えばこれ HTTP リクエストのためのカールの、シェルを吐くようなチャッチー関数なんですが、これは、デファンで入っている引数は何もないんですが、ダイナミック URL、ダイナミックメソッドって書いてあるところを参照すると、関数のスタックを引き伸ばって、そのダイナミックレッドっていうその関数よりも前で定義された URL っていう変数とメソッドで変数を見つけてきて、その値を使うことができるという形です。こういうのはどういうことかっていうと、関数の外で定義された変数っていうのを、グローバル変数としてではなくて、レッドの形で
定義しても読むことができるということになっています。これによってこう横に長くない形でキーワード引数が書けたりオプション変数が書けたりします。まあ、こういった形であのコンパクトな言語仕様という形ではあるんですが、コモンリスプに引けを取らない表現力、十分な柔軟性があるというふうに言えます。ところで皆さん、自作リスプ作りたくないですか？以前なんかリスパー、そのリスプの処理系を作ってやっと一人前になれるなんていう話が少しどっかで聞いた気がするんですが、僕も作りたくて4個ぐらい作ったんですが、自作のそのリスプの処理系って結構妥協しがちなんですよね。これはサポートしなくていいかなっていう形でどん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 言語集コンパクトになっていくんですが、規格準拠の処理系を作ろうと思うとそこら辺が許されなくなりますので、結構武者修行になっておすすめです。僕が作ったのはこの IBIS という、処理系です。2007年の7月、1ヶ月前にちょうど開発を開始しました。IS リスプのインタープリターで5言語の実装になっています。今のところ大体8000行ぐらいになっています。公式サイトは islisp.js.org という js.org っていうサービスを使ってサブドメインを取得しました。こちら JS って書いてある通り JavaScript 版の実装も公開していまして、 Web ブラウザから試すことができます。もしよろしければこのサイトの方、手元のパソコン等でアクセスしていただけると、一応 JavaScript で設定されたインタープリターが起動しますのでお試しください。一応拡張性の高さが利点となる予定です。これについては後ほどもう少しお話しします。あと最後にですね、IBIS の特徴はクロスプラットフォームな点です。リファレンス実装のオキリスプとかワインとかを使わないとまともにいろんな処理場所では動かないんですが、今回5言語で実装したことによってこのクラスプラットフォームというのが可能になりました。具体的にはどのようなプラットフォームが可能になっているのかについてはこちらをご覧ください。まず5言語がサポートしているプラットフォーム、 Darwin Linux FreeBSD OpenBSD Windows NetBSD Plan Q Solaris Android Dragonfly、 基本的な今動いているようなものですが基本的に動きます。ここら辺を、5言語の実装してもらえればスタンダードな特に各処理系依存のコードはないはずですので動くはずです。実際には Windows と Linux Darwin あたりは僕が確認できる範囲なので確認をしました。それ以外に GopherJS がサポートしている処理系としてはモダンな Web ブラウザーと Node.js です。 Node.js の話はまたもう少しお話をします。 IBIS、 この IBIS の処理系は21世紀のコモンリスプを目指しています。あとクロージャーを倒そうとしていたりします。それについても後でお話しします。一応これで IS リスプの前半の紹介とちょっと前座が終わりましたが、ここまでで何かお聞きしたいこととかってあったりしますか？デフパッケージがないってことなんですけど、はい、その名前空間を分けたいっていうときは何か方法が残されているんでしょうか？あります、処理系の規格としてはないのですが、実際に、例えばここで Node.js がウェブブラウザーというのを書いてある JavaScript ですね。 JavaScript の、ES5 ってある一つ前の規格です。今は ES6 がメジャーで ES7 が出つつあるような状況ですが、 ES5 の場合は、パッケージ管理機能インポートとかは処理系には書いてなかったんですが、 Webpack 等ですね、ブラウズリファイとかを使うことによって名前空間を分けることが AST レベルでの変換で実装ができていました。今回の場合です と、JavaScript でいうとこのプロトタイプみたいな形で動的変数のダイナミックを使えばそこら辺をうまく管理することができるだろうということで、今後ちょっと作っていきたいなという話はあります。はい、なんで企画自体に名前空間を分ける手段というのはありません。とりあえずはですね、ありますでしょうか？もし大丈夫でしたら次の話。
題ですね。The internals of iris という形で、ちょっと、はい。はい。あります。まず一つは、オブジェクトシステムの実装の仕方です。その次が、帯域脱出の実装について少しお話をしたいと思います。まず iris のシステム構成ですね、このような形になっています。まず普通にコンソールで動くようなレベルっていうのが上の一番上の層になります。それとそれ以外にレベルで動くようなウェブブラウザで動くようなレプルがあります。で、これら と、Iris ランタイムという形で私が開発しているところ、ここの間を、標準入力だったり、標準出力だったりエラー出力だったりっていうのをつなぎ替えることによってレプル の出力先っていうのを、語言語の機能なんですが、そこら辺をつなぎ替えることができています。例えばウェブリプルの場合は、ドム上に、ネイティブリプルの場合は普通にスタンダード IO を標準出力を流しています。で、ここにあとは普通に、Iris ランタイムという形でランタイムを構築して、その下に、Go のランタイムだったり Go4JS のランタイムがあります。で、Go のランタイムのところにはここに C5 と Go プラグインって書いてあるんですが、 Go 言語今 1.9 がリリースされたばかりなんですが、 1.8 からですね、 Go プラグインというで、動的にライブラリーを読み込むことが可能になりました。この機能によって IS Lisp の処理系自体も、この Iris 自体も動的に、Go のライブラリーを読むことができるようになりましたので、いろんな Go のライブラリーですね、例えば、普通に SQL のライブラリーだったり、ネットワークの関係のライブラリーでしたり、いろんなライブラリーを扱う、いわゆる FFI というものですが、は可能になりました。それ以外に C 言語自体の、読み込みも可能になっていますので、C5 なんですが、この C5 と Go プラグインを使うことによって、C 言語自身のライブラリーも動的に読み込むことが可能になりました。ですので、IS Lisp のこの Iris 自体の、FFI というのは、ほぼほぼ Go 言語の機能を使うことによって、すぐに実装が可能です。ほとんど Iris ランタイムの標準関数もこの形で、実装していたりします。で、隣の Go4JS の方ですが、JavaScript への変換が可能になっています。ですので、まず Web ブラウザ、Node.js が動きます。それ以外に、例えばモジュラル開発する Rhino でしたり、他にもいろんな Lingo とかいろいろあるんですが、ここら辺を使うことによって JVM への変換も可能になります。従いまして、Go が結果的にサポートすることが可能なプラットフォームというのは Web ブラウザ、Node.js、JVM、ネイティブプラットフォームという形になりまして、例えば Closure でしたら JVM、 あとは JavaScript ですね。ここら辺のカバーというのが、Closure の方の Closure Script の方は確か完全な JavaScript への変換なので、JavaScript インタープリターが動くわけで、クロージャーのインタープリターが動いているわけではないので若干違うんですが、似たような形で同じプラットフォームをターゲットにすることが可能になっています。では一応一通り紹介が終わりましたので、オブジェクトシステムの話について進みたいと思います。Iris のオブジェクトシステム、Go 言語のまずプリミティブ型ですね、ファンクション型でしたり
イント、フロート、ルーンっていうのは、これはチャーですね、C 言語でいうところがサポートするのものは全部 Go のプリミティブ型を使ってボクシングを発生させて Iris のオブジェクトに変換を行っています。そして、イラス自身が用意するデータを表す構造体、普通のストラクトで、データを表す構造体、そしてイラスが用意するクラスを表す構造体の型というのもあります。で、クロスもそうなんですが、メタクラスというのが存在しますので、そこら辺考える必要がありまして、クラス自身もオブジェクトに、変換されています。そしてそれらをですね、すべてインターフェースによって抽象化してどういうふうに扱う、実質的にはボイド関数、C 言語でいうところのボイド関数のような形で抽象化して、ほとんど、なんていうか、ぐにゃぐにゃ、Go言語の型を殺して使ってます。オブジェクト質にどういう形になっているかというと、このような図になっています。まずメタクラスがありまして、メタクラスのインスタンスとしてクラスが定義されます。ここではクラス1、クラス2、クラス3という形で、そうするとクラス1はクラス2を継承するような形になりますが、そうするとそのインスタンスはインスタンス1、インスタンス2になります。そうすると、インスタンス2から見ると、インスタンス2とインスクラス1とクラス2は両方とも、インスタンス2の、クラスになることになります。ここら辺は普通のオブジェクト指向と大体一緒と思います。で、クラス3は、両方とも同じクラスから発生したインスタンスが出てきたりするということですね。形で定義できます。下にあるソースコードは Go言語による定義です。まずクラスには親クラスを表す配列であるスーパーズ、それ以外に、そのクラス、これ自身はエンプティなんですが、スロットを持つようなもの、そして、初期化時に使うような、式イニットフォーム、そして、初期化引数と実際の引き、スロットの変数名を結びつけるためのイニットアーグ、最後に、メタクラスを表示するためのクラス、文字列への変換用のストリングというメソッドをそれぞれ持っているインターフェースとしてクラスというのを抽象化して定義しています。そして、インスタンス側ですね、実際に生成されたインスタンスというのはクラスと自身のクラスとストリングしか持たないメソッドになっています。実際に Go 言語上でデータを扱いたいときはこれらをキャストする形で、なのでボイド型だったらそれを実際のデータ型にキャストするのと同じような形でキャスト変換をして実行しています。実際にイロスのオブジェクトツリーというのはこういう形になっています。若干ちょっと小さいで見にくいかもしれませんが、このような形で、これはちなみに、パブリックドメインであるところのイロスのドラフトから、IS リスプのドラフトから引用しました。で、こちら見ていただくとオブジェクトが一番トップにで、ちっちゃいんですが、ビルトインクラスと、あとスタンダードクラスっていうのが、あとそれぞれ右と左に1個ずつあると思うんですが、これらがメタクラスになります。そして、スタンダードオブジェクトって書いてあるところがあると思うんですが、こちらはスタンダードクラスメタクラスから生成されたクラスから生成されたインスタンスを表す、時に、一番ルートとなるクラスです。継承した時の一番上を表すのがスタンダードオブジェクト。そしてビルトインクラスから生成されたクラスのインスタンスをのルートとなるのがオブジェクトクラスです。もちろんですが、こういう形でオブジェクト型っていうのはクラスと、オブジェクトはトップなんでスーパーズはゼロ、エンプティになるんですが、パートスロット、これももちろんエンプティなんですが、持ってます。こちらも同様に、一番ルートとなる抽象クラスなので、実際は何もスーパーもスロットも持ちませんか、形式上定義しています。次に、IS リスプにも同様に配列があります。配列は、ジェネラルアレイスターと、ジェネラルベクターと、
ストリングに分かれてます。で、ベクター、これが他のリスポン処理系がどうなるかちょっと分からないんですが、IS リスプにおいては、ジェネラルアレイスターの場合は、0次元配列というのを定義することができます。実際はスカラーです。で、それ以外を除くと、多次元配列を扱う場合のジェネラルアレイスターというのは、ベクターをどんどんこう再帰的に組み合わせていくような形ですね。になってます。で、最後に、エレメント一等足す、なんていうのかな、ジェネラルアレイスターがあったら、その中のエレメント、またジェネラルアレイスターでっていうのをどん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 繰り返していって、最後のエレメントになりたいところに来たら、スカラーの方にデータ構造が入るという形になってます。そして、ジェネラルベクター自身は、もう普通の、これは Go 言語のボクシングを使って、型が、Go 言語の普通の配列を流用しています。イロスのインスタンスの配列ですね。で、文字列は、これも同じように、ルーンの配列という形でボクシングが発生しています。で、キャラクターはそのまま同じように、エリアスのような形でついています。関数は、ちょっと特殊なんですが、関数オブジェクト自身は名前と、その関数の実体、これインターフェース曲がり括弧曲がり括弧と書いてあるんですが、これはまあ実際ボイドような形です。なんでこうなってるのかについてはちょっと後でお話しします。で、いわゆるクロスの場合も同じなんですが、ジェネリックファンクション、略が違うんですね。で、IS リスプの場合は包括関数と、コモンリスプの場合は総称関数だったり、そういう形で呼ばれていると思います。こちらの場合、実際の処理を表すメソッドと、抽象的な型を表すジェネリックファンクションの型という形で2つに分かれています。関数の引数を表すファンクスペック、関数名を表すファンクスペック、引数の型を表すラムダリスト、で、このクロスにもあるってちょっと後でまたお話しするんですが、メソッドコンビネーションというもの、あとジェネリックファンクションクラス、実際に IS リスプには包括関数のクラスがジェネリックファンクションではないようなクラス関数というのを定義することが可能になっていますので、それらを格納するためのクラス、そして、実際の処理を表すメソッドの配列という形で構成しています。これについてもちょっと今いまいちよく分かんないと思うので、後で図を用いて説明させていただきたいと思います。ちょっと特徴的だと思うんですが、このリストの方ですね。リストのオブジェクトトリーはこのような形になっていて、リストクラスの配下にコンストヌルがあります。ヌルっていうのはニルですね。コモンリスプでいうところ。で、ニル自身はリストとシンボルのサブクラスになってます。なんで、ここだけ、IS リスプのクラス継承っていうのは、ひし形継承を禁止しています。ですが、今回の場合、ヌルだけは特別にひし形継承の形で、オブジェクトが頂点になるようなひし形継承を許しています。これは、一回チャレンジしたことある人なら分かると思うんですが、カーとクダの2つのペアのストラクチャーになっています。ヌルは、実際は、シングルトンなので、何もメソッドも何もありません。ただの構造体。これのインスタンスをシングルトンとして使ってます。で、シンボルはストリングのエリアスになっていて、さっきじゃあそのストリングと何が違うんだって言うんですけど、Go のストリング型っていうのはイミュータブルなんですね。それに対して、さっきの、IS リスプのストリング型はルーンの配列になってたと思うんですが、ルーンの配列の場合はイミュータブルではなくミュータブルになっています。ですので、シンボルの場合はイミュータブルで問題がないので、ストリング型を流用しつつ、IS リスプで要求されるストリングがミュータブルなので、ミュータブルになるようにルーンの配列という形になっています。で、コモンリスプの場合、複素数だったり分数だったりをサポートしているんですが、 IS リスプの場合は、
単純に、フロートとインテジャーのみになってます。ここら辺は C 言語よりも弱いので若干自信がなかったりするんですが、フロートとインテジャーのみという形になっていて、どの程度のビット数をサポートするのかというのも処理系依存になっています。まあ、普通のエリアスモックです。で、IS Lisp の最大の特徴と呼ばれているのがコンディションシステムです。最もなんというか IS Lisp の中では IS Lisp というのは自身がコモン Lisp のサブセットになるように作られているんですが、例外処理のみについては、コモン Lisp よりも若干大きめの仕様になっていまして結構複雑です。トップになるのがシリアスコンディションで、その下にエラーだったりストレージヘッズアウトというのがあって、まあ、メモリーの足りなかったとかそういうのがあったりします。で、エラーだったり、アリスメティックエラーだったりします。で、ここは先ほどのオブジェクトと同じような形でクラス、スーパーズ、スローズというような構造体になっています。最後に、ストリームですね。これは、いわゆる C++ とか言われるようなストリームと同じ、あとコモンリスプにもいろんなストリームがあると思うんですが、大体それと同じだと思っていただければ構わないと思います。リーダーとライターが入ってます。で、一応ここまでで一応イロスの概説の部分は終わるんですが、イロスのこのクラスツリーについて少しお聞きして何か伺いたいことありますか？あ、ないです。そこら辺は処理系依存になっています。で、例えばなりがちなところだと、ただ引数不足だったり、引数の型マッチがうまくいかないようなものっていうのは全部プログラムエラーの方に、書いていて、ここら辺がちょうどその鋭い質問だったんですが、仕様書にはワーニングのような形で書いて、アリティエラーという形の名前がついているプログラムエラーのインスタンスという定義されています。なので実際にはアリティエラーという名前がついた、プログラムエラーのインスタンスが来た場合にそれをワーニングとして処理するかどうかは処理系依存になっています。なのでシリアスコンディションなんですがのサブクラスのインスタンスなんですが、ワーニングとして扱っても良いという形になっていて、割と、なんというか、そこら辺はセンシティブなものもあったりします。他にはありますでしょうか？そうしましたら、次の話。アイリスの関数というのはこのような構造になっています。まずは環境ですね。いろんなものが入っています。その変数だったり、いわゆる動的変数だったり、タグジャンプをするとき用のタグのデータだったり、いろんな環境要因の部分と実際の引数インスタンスがいくつか入ってきた場合に、それをアプライメソッドを使ってネイティブファンクションへリフレクションします。Go言語っていうのは、Java のように、割とそこら辺自由が効いて動的に関数の型を解析してどうこうするっていうのは割と得意な言語です。ですのでここら辺 IS Lisp のオブジェクトが引数として入ってきた場合にそれをリフレクションという形で型変換を行って Go 言語のネイティブの型に変換してネイティブ関数に実行を渡します。そうすると返ってくる値っていうのが通常の IS Lisp のインスタンスと、帯域脱出用のインスタンスの2つが渡されてきます。で、この帯域脱出用のインスタンスの話は、後ほどお話しいたします。という形でこれリフレクションを使って実際に Go のネイティブの関数に渡していますので
で、IS LISP の、標準的な関数というのは全て語言語の関数として実装されています。で、それをなんで先ほどGo プラグインがなぜ実行しやすいのかっていう話だったんですが、それも同じように Go の関数を定義していただければ、うまいように定義していただくと、それを apply メソッドによってリフレクションで変換をして、いいように計算をして、その戻り値をまた IS LISP の処理器に戻すということができるようになっています。ここら辺が割と IRIS の売りだったりします。こういうものです。ちょっと Go の関数なんで、皆さんにあれかもしれませんが、見てると、これ有名な CAR という、今だとファーストが流行ったりしますが、CAR という関数です。これは、エンバーメントの E とコンスが入ってきたときに、もしそれがコンスクラスではなければ、エラーとミルを返すという形で、左側が、サクセス、2番目が失敗の方ですね。という形で、この場合はエラーだけが返されています。で、成功した場合は、コンスのところの先頭部分、カーが返ってくる。そして、失敗部分の方には何も返ってこない。ニルが返るという形に分けられています。じゃあ、ところで、環境の E っていうのは何が入っているんですかっていうことなんですが、こういうのが入っています。まず、ブロックタグ。待機が必要なものですね。タグボディのタグ。ファンクション用のスタック。そして、変数用のスタック。あとは、クラス、マクロ、スペシャル、スペシャルっていうのはスペシャルフォームのスペシャルですね。っていうと、あとプロパティ。これは IS リスクにも一応ハッシュみたいな機能がついてまして、シンボルに自身にハッシュのようなものを機能を付け加えることができます。これをプロパティという形でついています。それ以外に、GenSim 用のユニークなものを生成するための ID。あと、コンスタント、定数用のスタックが含まれます。それ以外に、動的に継承され続けていくスタックとしては、キャッチ用のスローキャッチペアのところで使われるキャッチタグ、あとは動的変数用のスタック、スタンダードインプット、スタンダードアウトプット、エラーアウトプットあたり、ここら辺のストリーム、IO 関係のストリームは全部動的変数としてスタックされています。で、ハンドラーとして、エラーハンドラーですね。これも動的に継承されていきますので、スタックとして渡されています。これらを全部まとめて、関数に毎回渡されています。で、コンスのインスタンスというのは、常にクラスとストリングが入っています。で、こういうような形で入ってきた場合に、コンスであることを確認が取れた場合は、インスタンス用のコンスとして、キャストをして実行しています。次にジェネリックファンクション、急に複雑になるんです。とてもちょっと面倒くさいんですが、環境と引数が渡されてきたときに、アプライメソッドが渡されます。そうした場合に、たくさんあるネイティブ関数から適当な順序を構成して、それぞれ実行していきます。そしてまた同じように、戻り値とエスケープ用の引数が返ってきます。下に書いてあるのがサンプルですが、def ジェネリック foo bar フーバーという2つの引数を取るような関数、総称関数が定義された場合に、実体の処理する用のメソッド関数として、def メソッド、フーアラウンド、フー A、フーバー B という形で、A の方のフーと B の方のバーが働いたときに、ミルを返すという実体関数を付け加えて、このネイティブ関数のスタックの上に積むことになります。で、これ実際にはどういう動きをするんですかという話があるんですが、このちょっと白いところに書いてある Selection Ordering Reflection Combination と書いてあるんですが、まずネイティブ関数、積まれたネイティブ関数からこの型のサブクラスのインスタンスであるようなものをすべて取ってきて、ネイティブ関数に並べます。その後に、継承の近い順に、相当して、それらをリフレクションの型で変して実行して、実行し終わった後に実行結果を組み合わせて正しい戻り値を構成する。この順序は全て IS リスプの企画書に書かれていまして、
このような形で定義されています。まず一つがシンプルコンビネーション、いわゆるデフジェネリックでは何も指定されていない場合、あとNILが指定された場合のみ発生するものです。まず先ほどの通り、メソッドを選んだ後に優先順位を決めます。決めた後に最優先の関数の戻り値がその関数の戻り値になります。なので実際には A の型と B の型、先ほどのような A の型と B の型で渡されてきた場合はもうその関数の戻り値が関数の戻り値として決定されます。で、もし決まってない場合、最優先の戻り値が包括関数の戻り値になった後にコールネクストメソッドというのが呼ばれます。これが呼ばれた場合は時点の優先関数を呼び出してその戻り値を取得することができます。で、デフォルトでは、漢字がミスってますね、スタンダードコンビネーションという形で渡されているものです。こちらは、EMAX とかでも確か使えたりしたのかな、 AAU とかで多分使えるかもしれませんが、メソッドコンビネーションとしては代表的なものです。まず優先順位を決定した後に同じように最優先の戻り値、包括関数の戻り値となります。しかし、先ほどのようにアラウンドでしたり、ここにアラウンドと書いてあるんですが、このアラウンドのような形で、アラウンド関数をの最優先関数が関数の戻り値になります。で、その中でコールネクストメソッドが呼ばれた場合、どうなるかというと、次にビフォアという指定値が実行されたものがすべてコールネクストメソッド関係なしにすべて実行されます。事前処理がします。で、その後に、両下肢なしの目の、シンプルコンビネーションという形で指定値なしのものが、順番にコールネクストメソッドを呼んだ順に実行されてきます。で、呼ばれ終わって戻り値が返る瞬間に最後にアフター関数がすべてどんどん実行されてきますという形で、いわゆるその処理が終わる前と終わった後にそれぞれビフォアとアフターが実行される。アラウンドが定義されていた場合はそれが迂回されて最優先の関数のみが返されるというような形になっています。で、アラウンドと指定なしの関数はコールネクストメソッドで時点関数を先ほど説明したとおりになります。ちょっと先ほどお話を伺った限りだとコモンリスポの方も結構とは思うんですが、他のオブジェクトオリエンテッドの言語と違ってクロスで定義されているものだったり色素で定義されているものっていうのは自身のスーパークラスのメソッド自身の実行方法を規定することができます。で、さらにこのコンビネーション自体もいじることができまして、その方法っていうのがメタクラスとかモップって言われているようなもので、書き換えることが可能になります。 IS リスプも一応は用意はしてはいるんですが、実際にどうやってメタクラスを定義するかのところは処理系依存になっているので、モップルと大体同じかと思います。ジェネリックファンクションの実装方法、コード総量になるんですが、この部分だけが、標準関数のリフレクションコードになっています。この分量ですね。通常の関数でリフレクションを使ってネイティブ関数を呼び出すだけ。残りの部分が全部包括関数の呼び出し方法になります。毎回毎回コールネクストメソッドっていうのはローカル変数として定義されなければならないっていう規定があるっていうのと、実際に呼び出す順序っていうのが動的に決定しますので、毎回毎回包括関数が呼び出されるたびにソーティングが行われて優先順位が決まって順番にバインディング剤で実行していくっていうことが呼び出されていきますので、クロスもだいたいこんな感じの実装になってしまっていて、かなり呼び出すとコストが高いです。なるべくクロスを使わない実装っていうのが良いとされているのは、まあ、実際に書いてみたりするとすごくよくわかります。で、コモンリスプの場合ひし形継承を許していますので、 IS リスプと違いましてトポロジカルソートと呼ばれているものを使って、実行順序が決定されます。 IS リスプの場合は普通に深さ優先探索をして並べた結果になっているので、そんなにひどくはなってないんですが、コモンリスプのひし形継承でのソーティングっていうのはちょっとえぐいものがあるので、
モンリスプを使う方はそこら辺あの常に気にしているかと思います。で、ノンローカルエグジットっていうのは帯域脱出パート2ですね。今日のブロックリターンフロント、ここら辺はこのリスプの馴染み深いですね。タグボディコン、あとキャッチアンスロー、そして、ウィズハンドラーとシグナルコンディション、ここら辺が IS リスプのユニークな部分にします。まず、ブロックリターンフローのローカル、あのいわゆるローカルの歴史からですね、失礼しました、これ間違えた、歴史からの形で動きます。で、タグボディのタグの管理も実際は歴史からに動きます。それ以外だと、キャッチスローとウィズハンドラーとシグナルコンディションは動的にそのタグが継承されていきます。まずブロックリターンフロームの場合こういう形になっています。ソースコードの例ですが、法文、そうですね、コモンリスプと違って do、 コモンリスプの do 関数っていうのは IS リスプでは for になります。で、この法文で実行されているときにこの場合は、先頭項が、ナンバーじゃない場合はリターンフロームでサムブロックの値を0としてそこで中断をする、そして0を返すというような形になっています。タグボディ go っていうのは、いわゆる go to 文ですね。で、タグボディの中に入っているタグというところに対してまで、go を巻き戻す、 go が呼び出されるとそこまで、実行を巻き戻してまたそこから実行し直す、いわゆる普通の GoTo 文のような形になっています。ここまでは歴史からのスコープで動いています。これちょっとめんどくさいんですが、関数で見ると分かる通り With Retry という形で、Retry という関数が呼ばれるとそれ自身には GoTag というのが実行がバインディングされているので、そのタグまで戻ってもう一回再度実行するというような幕になっています。これ自身は IS Lisp の今マニュアル化企画から持ってきたんですが、そういう形で、もしエラーが発生した場合はリトライが読み出されるという形になっています。キャッチスローの場合動的なスコープになっています。foo という関数でブロックサムというラベルがついたものが呼び出されると、その中で呼び出されるとキャッチして foo の値が決定するというような形になります。この場合はバーという関数が実行されて、先ほどと一緒ですね。先頭項が引数、数字クラスのインスタンスではなかったら0を返すというものを動的に実行しています。先ほどのこのブロックタグのところが、歴史からしか動かないので関数をまたがなかったに対して、キャッチアンドスローの場合はここら辺を foo と bar の値で関数をまたいで実行することができます。で、まあ、実際にこの一番上の foo1234 を実行すると、これは0が返って、この場合は足し算した結果が返ってくるので、10が返ってきますね。で、下の foo1234 この場合は0が返るようになっています。最後に with handler と signal condition、 ここはちょっと緑色で書いてる C エラーっていうのが書いてあるんですが、この場合 signal condition の内部に呼ばれているのでちょっと思っていただいてよろしいでしょうか。そうした場合は handler 関数っていうのがバインドされて、その handler 関数は動的に関数のスコープで継承されていきます。で、継承されていった時にその中でC エラーっていうものが発行されると、それをハンドラーに処理を移すことになります。そして C エラーが渡したハンドラーっていうのはどういう関数かっていうと、コンディションを受け取ってどうにかする関数です。で、ハンドラーは2つの選択肢があります。まず1つが、コンティニューコンディションっていうのを実行して処理を戻すことができます。エラーを発生した C エラーのところまでまたスタックを、さっきスタックを遡っていって処理を移したに対してコンティニューコンディションをすると、今度また
そのスタックを遡っていってエラーを発生したところまで戻って復帰処理を行い始めるっていうことができるのがコンティニューコンディション。この場合はトゥルこの C エラーって入ったところをトゥルーに置き換えて処理をもう一回戻しなさいということができます。もしくはもう一回スタックを遡らずに、キャッチアンドスローだったりタグボディー5だったりを使ってレキシカルにその処理をやめてまた別の処理に移すのどっちかができます。なので要するにハンドラー自身は最終的にはコンティニューコンディションかこのノンローカルイグジッツのどっちかを実行して処理を中断するなり、継続するなりを選択する必要があります。でこれらを実行することによってエラーコンディションっていうのを、どういうふうに処理をするのか、もう一回引き戻して処理を続行するのか、それとも処理を中断して別の処理を行うのか、この2つをチョイスすることができます。これがダイナミックスコープで行われています。では実装の話をします。多くの IS リスプの処理系はそうなんですが C 言語で実装されています。 C 言語で実装されている場合は他のいわゆるスキームだったりとかでもそうなんですがセットジャンプとロングジャンプという API があります。これは C 言語時代のスタックを遡って、待機脱出 C 言語時代の待機脱出を可能としています。でその待機脱出のレベルっていうのがセットジャンプ、ロングジャンプの場合はオブジェクトにとらわれずにもう処理系自身でスタックを遡ることができるというものなんですが、それを実行することによってインタープリター自体のスタックも引き戻してしまって待機脱出となる。どういうことかっていうとこの図ですね。プロセジャー A っていうのが実行された後にその中でプロセジャー B1、B2 が実行されて C が実行された時に C のエンバイロメント B っていうのを持ちながらエンバイロメント A までジャンプすることができる。これを実行することによって、いわゆる関数のインタープリットしている順番とは無視して A のところまでジャンプすることができます。これを実行するとブロックタグだったりいろんな待機脱出の方法っていうのをインタープリター自体の引き戻しっていう強引な方法で引き戻すことができたんですね。しかし語言語の場合はそこら辺がないんですね。セットジャンプとロングジャンプが使えない。でこの場合じゃあどうやって待機脱出を実行していくのかっていうのが問題になってきます。そのためにですね、先ほどお見せしました環境のエンバイロメント構造体の中に書いてましたがキャッチしたいタグの場所をスタックにそもそも保持しておきます。で保持しておきつつプロセジャーを実行していくと、B1 の実行するところまではずっとそのユニークに環境の場所をスタックとして持っておいて脱出用の、エスケープ用の関数ポートが実行されるとその中に、そのエラーを発行したときに同時にキャッチしたいタグの場所をスタックからもう一回取り出してきてエバールに、関数にその戻り値をここに戻ってくださいという形で返して成功用の出力には2浪返すようにします。そうするとヌルポインターとその成功用のタグ失敗用のタグの場所が渡されます。そうした場合にまずプロセジャー C からそのエンバイロメント B から取ってきた戻りたい場所っていうのをプロセジャー B1 に渡されます。そうするとこいつは失敗したタグの場所を失敗した値が渡されているの で、でしかもプロセジャー B1 の場所ではないということが分かっているのでエバールはさらに上へ、失敗した値というのを返すことになります。という形で失敗した値をどん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 上に渡し続けていくことによって関数自体のスタックを遡らせていきます。で処理を中断してそのまま遡っていくのでいずれプロセジャー A1 のところまでたどり着きます。でそうするとプロセジャー A1 のところで失敗値が返されたときに持っている場所とエンバイロメント A が持っている場所がマッチします。そうするとマッチしたところで初めて失敗用のポートではなくて成功用のポートに値を流します。リターンですね。
で、リターンの方の値が返ってきて、待機脱出が成功します。そしてブロックが返るという感じですね。なんで、何がやってるのかっていうと、セットジャンプ、ロングジャンプを使ったスタックの引き戻しの代わりに、環境自身にその自分が行ってきた行いっていうのをヒストリーとして持っておいて、引き戻しをする代わりにエバールがめちゃくちゃ頑張って処理を振り分けていくという方法ですね。という形で、処理のスタック引き戻しを実行しています。余談なんですが、 C 言語のトライキャッチの実装っていうのは実際はセットジャンプ、ロングジャンプを使った方法で戻っています。というのは、実際に C 言語がイントの値を返したときに裏で別の値を返すというようなことができない。なのでじゃあどうするかっていうと、そのときにセットジャンプ、ロングジャンプを使って引き戻しが行われている。もし語言語のように、2個値が返せたりとか、その戻りにいくつかの意味を持たせることができたんであれば、こういうような形でスタックの引き戻しのようなことを実行できたかもしれません。最後に、IS リスペの未来についてお話しします。まず最初、クロージャーどうこうするって話を少ししたと思うんですが、その一つクロージャー、まず並列性がすごいんですね。リデューサーズとかすごい僕はやっててすごいなというふうに思うんですが、語言語自身の処理系自身、語ルーチンっていうとても優秀な並列処理系システムがあります。でこれを使ってカジュアルに並列を行うようにしていきたいなと思います。一つのモデルとしてはクロージャーの pmap だったりヘルパラレって、これコモンリスプの並列処理実行のライブラリーなんですが、どのような形でカジュアルな並列化というのを実行していきたいなというふうに今後考えています。先ほど言いました通り Go のプラグインだったり FFI のサポート、 Go 言語非常に素晴らしくてですね、標準ライブラリーの中画像処理、暗号化、多倍長変数、HTTP、SMTP などのネットワークプロトコルすべてサポートします。ある意味でも Java と大体その Java が持っているそのパッケージと大体同じような感じで、いろんなものを持っていますので、ここら辺のバインディングをどんどん行っていきたいと思っています。そうですね、コモンリスプの中で、例えばアレグロリスプ、フランスのですね、ようなリスプの処理系だったりすると、あとリスプワークスとかですね、とかだとこういうような処理、ライブラリー自身を持ってたりするので、いつもいいなというふうに思っていたので、せっかくなんで IS リスプもこういうような、いろんな機能を持つような、処理系を作りたいというふうに思っていて、まずはまあテストの、充実というのが第一なんですが、今後行っていきたい。もちろん C 言語のライブラリのバインディングも行っていくつもりです。この辺は、まあ、普通にネイティブ関数を色の関数用のオブジェクトにラッピングするだけなので、とても簡単にできるかなと思います。あとパッケージシステム、これも先ほどご質問があったんですが、JavaScript のパッケージシステムなかったのに対してどうやったかというと、AST レベルの変換でここら辺実装していました。で、できたら IS リスプも IS リスプのみを使って、その規格内でパッケージ管理っていうのを実行していきたいなと、これが多分最も最終目標な感じです。一応終わりになりますが、現時点では IS リスプの IRIS バグだらけです。ちょっと動かせばすぐにエラーを吐きますすぐ倒せるんでぜひ倒してほしいんですが、で、私今後とも IS リスプ使っていく予定です。というのもまず卒業研究、私多変数方程式のソルバーをちょっとやっていたりします。グレブナ規定と言われているものですが、まあ、規定のディテクションとかをやっていて、それのために並列化が楽なリスプの処理系が欲しいというのもあって今開発をしているんですが、というのもあって、なんで今後研究用途として実際に使っていきたいというのがあって、割とモチベーション高くて本気で作っています。その後の先でも、私ちょっと今大学4年生なんですが、先日大学院に進学決まりまして、その先でも似たようなことをちょっといろいろとちょこちょことリスプを使ってやっていきたいと思っていて、なので
なんで、大学院がもうちょっといっぱいあるんで、まあ、まあ、口約束にはなりますが、当面2、3年、3、4年ぐらいは IS まともに開発していくつもりですので、よろしければあのバグレポートなりいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。以上です。詳しくないんですが、なんでその、ISF の下になんかそんなたくさんあるんですか、そういうレイヤーというか、なんで例えば Java バージョン C の上だけに置かないとか、なんでそんなにたくさんが必要ですか。あ、はい。実際は、Go言語で実装をしていたモチベーションっていうのは、このマルチプラットフォームではなくて、標準ライブラリが豊富だから、いろんなライブラリですね、メールの SMTP だったり HTTP だったりとかをサポートしてるから、それを使って開発を始めたっていうだけだったんですが、 GoFireJS っていうのを発見してから Web ブラウザ上で動くよねっていうことが分かって、じゃあ GoFireJS が要求してる水準レベル、その OS レベルでの依存関係っていうのを処理系内部に持たないようにすれば今後楽だよなと思って、そのレイヤーを細かく分けて、なるべく GoFireJS をベースに基準に、 GoFireJS が邪魔にならないようにつつましやかに実装しています。質問は、はい、両方に依存してるんじゃないのっていう多分疑問だったと思うんですけど、本当は切り替えられるっていう意味なんですよね。はい、そうです。実際に動かすときは1個だけ。あ、そういうことですね。そうです。はい。そうですね、図が良くないですね。ウェブループを触った場合、ネイティブレプルが動きますし、どんどん下に透過的に、ネイティブレプルの時はアイリスランタイム5で C5 か、ゴープラグインちょっと謎ですね。これ5があって OS っていうのが多分読み方としてウェブループが動いてる時にはアイリスランタイムの共通で GoFireJS で動いて、上から下に一応この図が読み方があって、今おっしゃった通り、四角の中に入っているものはとりあえず無視していただいて結構です。そういう機能があるという形で、その四角の中に書いているだけですね。で、四角が独立しているところっていうのは、それぞれが動くときに必要な重要なコンポーネント。でそうした場合に、ネイティブレプルが動いた場合は、アイリスランタイムが動いて、アイリスランタイムのが動くために必要なものとしては、Go かもしくは GoFireJS が必要。なので、ネイティブレプルが動く場合は、Go か GoFireJS が必要。で、GoFireJS が動くためには何が必要かっていうと、RhinoJVM か、もしくは Node.js か Web ブラウザが必要。という形で、すいません、上からこう縦の割れ目は If、というか、配達。横の分け目っていうのは、完全にそのなんとかアンドで動いているものです。はい。他には例えばアイリスリスプについてとかでも作った限りの話であればお答えできるかと思います。あ、そうですね。話忘れました。IS リスプの処理系3つほど今日本人が開発しているのが3つあります。まず1つが私のですが、それ以外ですと、あと、
峰島さんという方が作られている KISS というキスというのあと、本を書かれていたりするの笹川さんかなという方が作られている EISL というものがあります。それ以外に商用の処理系だとオープンリスプという名前で一時期リリースされていたんですが、フランスの会社かなが商用の処理系とした AS リスプを採用していたりします。というわけで割とコミュニティとしては日本も強いんですが、それ以外で商用の処理系があったりします。はい、レグナンテをやる。はい、はい、それは後で聞けるので、どれぐらいそれってそのスピードがいるソルバーなんですか。で、それは IS リスプだと速く動きそうなんですか。速さもそうなんですが、僕が気になっているのは並列に計算する場合が可能か、その規定を。つまりそのまずはその規定をがそれぞれ独立事象に分けることができて、その独立事象ごとに計算をすることが可能であれば並列に規定を求めることができるところまでは勉強して研究して頑張って見つけるというところで、じゃあ見つけたところでじゃあそれを実行する環境がないと実際に動くようなものを見せられないので、じゃあその動くものを何で作るか、クロージャーなのかコモンリスプなのか何なのかいろいろとあると思うんですが、その一つとして IS リスプを選択肢に入れた。なので速度が実装って言える、ただ動くかどうか確認として作りたいというところです。わかりました。はい、あとなんか実際に開発するときの開発環境的なことは。はい、Go 言語で開発をしているんですが、はい、Go 言語今サンザンロズウェルの方でちょっとなんか言ったんですが、 Go, の環境 Go っていうコマンドがあるんですが、スカラーで言えば SDT、クロージャーで言えば例人間とかのような形で、その一つのユニークなコマンドとして Go というのがあります。で、この Go が、いろんなサブコマンドとかを提供していて、GoGet という形でさまざまなそのバイナリをインストールすることが可能になっています。で、実際に私、今回の処理系は、Vim と Emacs 使わずに、Visual Studio Code を使って全部書いてみました。で、それがこんな感じになっているんですが、何がいいかというと、例えばパッケージのテストの実行ですね、こう表示されていて、これ実行すると全部実行したら合計何秒とかが出てくるとか、普通に補完が効くとかですね、これは何ですかというとこう出てくるとか、割とその Emacs とかはコマンドキーボードベースだったんですが、 Visual Studio Code ぐらいまでなってくるとマウスベースでいろんな操作が、ここら辺はそのなんというか、今後コモンリスプとかでもビジュアルスタジオコードがあったら、やっぱアトムだと確かアトムスリムっていうのがあったと思うんですが、そういう形でこう今後こっちの方にも少し目を向けていくと面白いのかなという気がしています。 IS リスプを書くときは IS リスプモードみたいなのはあったりします。拡張子がドットリスプ通常で使われていて、ドットリスプはコモンリスプとぶつかっちゃうんじゃないですか。そう、ぶつかるんです。で、実際にただ、IS リスプ自身はほぼほぼコモンリスプのサブセットで動いているので、シンタックスハイライト部分ではそんなに困ることはないですね。スライムとかで使えるようになるんですか。ただ理論上は可能で、スワンク JS だったりとかいろんなサポートがあって、あそこら辺をするためには、まあ、プロトコルが実装できればいいっていうのがあるんですね。で、もし僕がでも最初にやるんだったらスワンクプロトコルよりは LSP ランゲージサーバープロトコルの Visual Studio Code の方でプロトコルを今なら始めたいかなというふうに思っています。あとはそう、関西リスプコミュニティがもう一つあったと思うんですが、こちらの方では、確
確か、レムの開発者の方ですね、が一応 IS リスプの処理系を C 言語変換を実装を少し頑張っていたんですが、彼は確か GC の方ですとちょっとトラブってるらしいっていう話が今あったりします。結構なんか皆さん自作会の IS リスプ多いので作っていただいていかがでしょうか。1ヶ月ぐらいでしたもん、あの割といい言語で使うと。で C 言語実装のリースルとかは4ヶ月とか言ってたんで、まあカジュアルに始められるっていうわけではないですが、週末プログラミングとしてはすごくいいかと思います。ありがとうございます。はい、あ、はい、そのコンディションが継続可能というか、はい、してもそこから継続すればいいだけ、はい、そうです、あの引き戻して戻ってくるわけではない、実際の動きはそうなってます、うん、あのおっしゃる通りで、実際にはなんでそこら辺はそんなにすごいことは実際は行ってなくて、それ仕様的には、スタックが巻き戻るって書いて、はい、そうなんです、仕様上だとデータトランスファーっていう特殊用語が使われて引き戻してるんです。引き戻すような表現をしていて、すぐに出るとは思うんですが、スペックのこれは峰島さんが公開されているサイトです。で、こちらのコンディションのシステムのコンティニューコンディションというのはこれなんですが、コンディションが渡されたら実行するところまで探していって、見つけたところで、値を、バリューを返しなさいと。で、渡されてない場合は2浪返す。で、もし継続可能ではないコンディションが渡された場合は、未定義とするという形になっていて。まあ、で、一応、トランスファーコントロール未定義っていうのが、なんというか、特殊形式として定義されていて。で、スキームと何が違うのかっていうと、そのウィズハンドラーの中でしかコンティニューコンディションが効かないので、仕様上もなんとなく継続をほのめかすような書き方をしてはいるんですが、ウィズハンドラーでしか動かないっていう制約が事実上あることによって、継続よりも弱い実装で良くなっていると。それはなんかこいつコンディション保存できないです。例えば外側の さらに外側の水ハンドラーで、水ハンドラーに対して今補足したコンディションを投げて、でそこからそいつをコンティニューコンディションしたら、スタックは、復活する方向になってしまうけど、それは、まあ、水ハンドラーから抜けてるっていう判断だから無効になる。ちょっと微妙すぐに答えられるか微妙ですが、下の仕様に水ハンドラーのところには、抜け方の定義っていうのがあって、抜け方が局所あの待機脱出のみで通常のリターンは効かないよっていう、効かないというような定義があったりするので、ここら辺を見てる限り、その水ハンドラーから飛ばしたハンドラーで戻すことも許しています、ね、で、ただ上の水ハンドラー自身がどこまで補足されるべきかっていう問題とかもあるので、すぐには言えませんが、僕の実装では動くはずです。でもスタックがすごく単純で、あ、ここら辺は実装の話なんですが、動的変数とかダイナミカリスコープを実装する場合っていうのは、ディープバインディング、これちょっと調べていただきたいんですけど、ディープバインディングという方法を使ってスタックを積んでます。シャローバインディングになってディープバインディングを積んでるんですが、
で、レキシカリスコープもサポートしてるんですが、レキシカリスコープ自身は Go 言語のラムダ、この場合はただの無名化されたファンクなんですが、を使って代用して処理系のレキシカリスコープをうまくこう使うと、そこら辺を全部お任せすることができるんですが、それをすることによって、ウィズハンドラーのスタックを引き戻すような変な挙動をすると、ディープバインディング自身はその上の、それ自分よりも上のスタックの話は無視することができるんですね。その完全にこう階層を分けされていて、その、ここのスコープではこのスタックの部分だけを見る。で、それよりも上を見たいときは、またそのスタックを飛び越して実行しなきゃいけないんで、スタックを消し去ってから見る。なんで、普通のスタックを積んでるだけなんですが、なんで多分今回の場合は、そういう上に上がるときはスタックが減っていくだけなんで、下のスタックが死ぬわけではないんですよね。ただ外されてるだけで。なんで、それ自身をもう一回参照しようとしても、全然なんというか、GC で回収されるわけで。すいません。ちょっと説明不足ですね。あとさっきちょっと話しあったそのパフォーマンス的には、はい、今の素朴なリバリューって問題はないっていうか。フィボナッチとかは少し遅いかなって思う。あ、フィボナッチっていうか、そうですね。フィボナッチとかだと少しベンチ取るちょっと遅いんですけど。ここら辺は何ていうか Python という前例があるので Python 自身は遅いんですよ。ただ Python の中で C 言語のラッパーナムパイだったりとかそういうふうに呼んでいくとめちゃくちゃ速くなるという話で、 Go 言語のインタープリター自体を速くしようという気は全くなくて、実際は Go のプラグインだったりとかいろんなものを C 語だったりを使って標準、その関数読み出しが、関数自身が速い。その関数を構成した関数自身が速いが、デファンで作られた関数は遅くても良くて、デファンで作られてない関数が速ければいいという思想です。実際にほとんどの関数も全部 Go で書かれていて、まあよくリスプの処理系作ると、途中でめんどくさくなって、ちっちゃいリスプ作ったら、その上、そのリスプを使って、規格準拠まで。頑張ってリスプの組み合わせで作っていく、マップカーだったりとかを自身のリスプで書いていくっていう方法になるんですが、これは全部 Go で書いていて、全部 Go のメイン関数なんで、実行時には必ずバイナリに落ちてます。そのマップカーだったり、このリスプで言えば Do だったりっていうのは全部ネイティブに落ちているので、ソースコードの量が短ければ短いほど実行時間は早くなるっていう、本当に単純なことですね。その特殊なオプティマイズとかする気は全くないです。はい、すいません、やる気のない答えですが。そうですね、皆さんすごい。はい、おそらくっていうのは前の処理実際には1998年の方の JIS 規格と僕は2007年に発生された英語の規格両方読んでいて、その前の英語の規格の1997年の方を読んでいないんですが、実際にこの英語の規格と日本語の JIS 規格の1997年のやつを見比べると、ほとんど変わっていません。はい、何が変わってなのかって言われるとどうなんだろう、少し例が増えたかもしれませんが、はい、あんまり変わってないです。あ、でもその問題提起にはなるんですが、コモンリスプはデプレケーテッドな関数多いですよね。リムーブイフとかイフノットとかですけど、ああいうのとかあとはリクワイアの一部とか機能の一部とかになってるんですが、やっぱり
画っていうのは定期的に更新されていって、そういうものがどんどん淘汰されていった時の方がコミュニティとしては健全なのかなっていうのは思ってて、なんで IS リスプもちょうどまた10年経つので、なんかアクションを起こせたらいいなとかちょっと思ったりはします。例えばパッケージシステムをこれを機に作りましょうって言ってみるとか、まあちょっと夢を見たりはします。いやでもライブラリレベルで実装できるんですよね。はい、それは実装できるんです。だとすればそれでまあデファクトのものを作って企画にしてしまうっていう ASP みたいなんですよね。でももちろんあるんですが、じゃあなんで JavaScript がそのネイティブのモジュールを入れ始めたかっていうと、あれはコンパイル時に依存関係が決定できないっていう問題点があったからなんですね。インポート文を入れることによって、コンボを入れることによって実行時にファイルの依存関係が決定できたんです。今回の場合はもし僕、私とかが AST レベルでの変換のものを作ったとしたら、それは処理系が実行されている最中に依存関係が関数呼び出しの形で決定されていきます。で、そうすると処理系の最適化が効かなくて、頑張ってそのライブラリー側の方のソフトウェアで頑張らなければ、その依存関係による最適化というのができなくなります。なのであれば嬉しいです。ないので作ろうかなっていう感じですが、はい、そろそろ時間的に次の発表に行きたいんですが、大丈夫ですかね。はい、じゃあ早くさん。硬い話は続いていたので、ちょっとカジュアルな感じにいきたいと思います。まあ、超変換、比較データストラクチャーっていう感じです。まあ、最近僕がコツコツ作ってた、作ってたって言ってもそんなに大したものじゃないんですけど、作ってたものを、まあ、話そうかなと。で、今日これがやりたかっただけなんですけど、仮面ライダークーガで、第2話で五代勇介っていう主人公こういうセリフを言うんですね。で、まあここで初めてこうマイティフォームっていうフォームに変身するんですけど、まあそれはいいとして、僕は今日言いたいのは、HTML フォームのために、まあ、結構しんどい思いをするんですけど、まあこうピックアップユーザーもっと楽になりたいよねっていうので、作ったものの話です。で、僕のことなんですけど、まあここで働いている。ウェブアプリケーションを作ってて、で、まあ、クーガ世代とかシーベ世代です。で、今日話すのは、ピカップ、まあ今日このリスプ機械なんで、クロージャーな人はあんまりないと思うんで、ピカップって何っていう話から始めて、で、HTML 本を書くのってめんどくさいよねっていう話をします。で、まあ実際にそのデータの変換について話して、最後にクロージャースクリプトのライダーというのを話しました。で、ピカップです、ね。これくしゃみしてるんですけど、本当シャックリの絵文字とかあったらよかったんですけど、なかったので。で、ピカップっていうのは、その HTML をクロージャーのデータ構造で表現する DSL です。で、ベクターをタグとみなして、マップを属性として表現することができます。で、まあ、クロージャーコミュニティだと割と人気。まあ、その表現方法、まあ、ヒカップっていうのは一つのライブラリーで、
HTML 用の DSL なんですけど、あのなんかヒカップシンタックスっていうくらいには、まあ、そのなんでしょう、いろんなライブラリーがこれをサポートしてたり、こういう形式を好んで使ってたりとかします。で、まあ、NLive とか Regen とか RAM っていうのはその HTML を生成するものなんですけど、 Instapass とかはあのパーサーをなんか自分で作れるいい感じのライブラリーなんですけど、そのパースした結果の、まあ、データ構造が、まあ、ヒカップ的な感じにできるというライブラリです。で、まあ、簡単に説明していくと、こういうふうなタグで HTML を表現できるんですが、まあ、一つのタグですね。で、これは A タグを表現しているんですけど、まあ、このベクター、一つのベクターをあのタグベクターでまあ呼んだりして、まあ、ベクターで表現した、まあ、一つの HTML。で、一番先頭が必ずタグ名になっていて、あの CSS セレクターとか知ってる方だと読めると思うんですけど、まあ、シャープの後ろについてくるのがドットまでが ID なんで、ここではマイボタンっていう ID がついてます。で、ドットをつけるとボタンみたいなあの CSS クラスを表現することができます。で、あのドットの後ろはあのいくつつなげてもいいんで、あのそのドットを書けるんですけど、あの制約としてその ID は必ず要素の一番要素の次に来ないといけないです、まあ、省略してもいいんですけど、つける場合は必ず要素のすぐ後ろにつけないといけないという制約があります。で、あの、まあ、一番最初の A っていうのがまた出るんですね。で、HTML なんで属性があるんですけど、あのそれはマップで表現することができて、もちろん属性がないタグとかもあるんで、それはその場合は省略することができます。なので、タグ名の後ろに来るものは、まあ、その他のタグベクターか、まあ、オプション、まあ、属性ですね、になります。まあ、ないこともあると思います。で、最後、コンテンツの部分が、まあ、何でも書けるんですけど、文字列かタグベクターが大体入ってきます。全くないっていうのもあれなんで、HTMLまあ、こういうふうに、ヒカップっていうのはデータ構造として書けて、書けるようになっています。なので、まあ、これだけでヒカップマスターです。皆さんヒカップ書けるし読めると思いますもん。で、本題なんですけど、 HTML フォームを書くのっていうのは、結構めんどくさい、まあ、特に近年というかな、昔から多分そのめんどくさいんですけど、その特にめんどくさくなってきているのが、まあ、CSS フレームワークとかがいろいろあるせいなんですけど例えば、そのフォームっていうのが HTML のフォームがあったら、ポストをしますよね。で、ポストしたらその結果っていうのは、ユーザーが入力したデータっていうのはもう一回あの何かしらエラーでその同じ画面に戻ってきたときに最初から入っていてほしいことが結構あると思う。で、だから入力された状態で再描画したい。で、あとは CSS フレームワーク、まあ、ブートサップだったり、セマンティック UI だったり、何でもいいんですけど、その、まあ、エラーっていうのが表示されると、あの入力項目が赤くなったりとか、あのフォームの上の方にエラーメッセージがバーって出てきたりとかすると思うんですよ。で、まあ、これって CSS フレームワークに大体依存するものなんですけど、そのルールに沿ってユーザーは、適切に書かないとエラーを表示することができない、まあ、きれいに表示することができない。で、最後に、全ての、 その HTML フォーム、同じアプリケーションの中だとしても同じように全く同じように表示したくないことがある、まあ、例えばその何でしょう、一つの項目がこう1行でバーって横にあのなんだろう、もう横幅いっぱいいっぱいまでなっているのが縦にずらーって並んでいるようなフォームばっかり作りたいわけじゃないっていうのが結構あると思うんですよ。そのユーザーの名前入力するんだったら、ユーザーの、名字と名前みたいな風に横に並べたい。で、こういう時に、まあ、CSS フレームワークでテイクサイクルグリッドスタイルを使いたいとか、あの、まあ、ログインフォームとかちょっとあの普通のフォームと違うように作りたいっていうのがあると思うんで、まあ、こういうなんか全ての HTML フォームを全く同じように作りたくないっていう時がある。
まあ、だこういうなんかいろいろ面倒くさいことが HTML フォームにはあります。で、まあ、Bootstrap4 最近出たばっかりですけど使う と、まあ、これ一つの、フォームの本当に一部の項目なんですけど、まず div っていうのがあって、そのフォームグループっていうクラスをつけます。でラベルをつけて、でインプットには、インプットタグが次来ると、そこにはID つけるのをつけて、フォームコントロールっていうクラスをつけないといけない。で、Bootstrap4 だとその項目の下の部分にそのエラーメッセージ、なんでダメだったのかっていうのを表示する部分を出せるようになっていて、それが div タグとか、まあ、多分タグは何でもいいんですけど、インバリッドフィードバックっていうタグをつけてあげないといけない。で、なんかユーザーに対してちょっと親切なメッセージ出したいんだったら、その下にタグをつけて、タグを入れておかないといけない。まあ、こんな感じで、たった一つの項目表示するだけの一ところなんですけど、ここに、こういうふうにクラスとか、ここの部分、今隠してたところ見えるようになったんですけど、そのエラーがあるんだったら、isvalid っていう、isinvalid っていうクラスを付与したいとか、前回の値がバリューズっていうのに入っているとしたら、そこから email っていうのに入っているものを、入れたいとか、インバリッドフィードバックが、エラーメッセージなんで、その実際にエラーがあるんだったらエラーを入れておきたい。まあ、こんな感じで、たった一つの項目を表示するだけでもこんなことをしないといけないっていうのが、まあ、めんどくさいよねっていう話です。で、まあ、どうにかしたいんですけど、まあ、選択肢としては諦める、で、まあ、小さい関数で面倒なところをラップする、まあ、ヒカップにはヒカップフォームっていうちょっと小さいヘルパー関数があるんで、それをこう自分の使いたい CSS フレームワークに合わせて、まあ、なんかちょっといい感じにした関数いっぱい作って隠すっていう方法が、まあ、あるかな。で、フォーマティブっていうなんかフォーム専用のライブラリーがあるんですけど、これを使うとそのすごいなんかデータを定義するだけでフォームに変換してくれる、ヒカップのデータ、ヒカップに変換してくれて嬉しいみたいな感じがちょっとあるんですけど、これ僕2年ぐらい使ってても二度と使いたくないと思ってるライブラリーで、ちなみにこの今、フォーマティブっていうライブラリーのメンテナーは弊社にいるんですけどもう僕は二度と使わないです。で、まあ、あるいはまだ見たことない解決方法があるかっていう話なんですけど、まあ、一般的な OOP、まあ、オブジェクト指向の言語の、まあ、ウェブアプリケーションフレームワークだとどうやってるかなんですけど、そのフォームに値をマッピングするっていう部分は、そのフォームオブジェクト、例えば Java Spring とかだと多分そうなのかな、フォームクラスみたいなのを一個一個作っていって、でそれをなんかマッピングするみたいな感じだったりします。で、Rails とかがそうなんですけど、 OR マッパーで作ったなんかモデルのオブジェクトをそのまんまなんかフォームに投げつけることができて、そのなんかフォーム4みたいな専用の DSL じゃないけど、そんな感じのやつを使うといい感じにマップしてくれる。で、じゃあエラー用のクラスっていうのはどうやって付与しているかっていうと、カスタムタグを作る、まあ、それ用の専用のなんか、まあ、Java 系ですね、 Java JSP とかはなんかカスタムタグを作ったり、なんかテンプレートエンジンによっていろいろ違うっぽいんですけど、カスタムタグを作ったりとか結局されていたりとかするんで、それを利用する。で、なんか Rails の古いやつ、今どうなってるか分かんないですけど、エラー時になんか固定の CSS クラスが付与されるから、それになんかそのクラスを自分で定義していい感じにしてみたいな感じのやつがなんか調べてたあったりとかしました。まあいろいろ調べたんですけど、なんか結構こうそれはそれでどうなんだろうっていう感じで見てました。で、これクーガの第1話で雲みたいなやつ抱えてこう求められた気がしたんですけど、言ってるんですけど、僕もこう上長の人を抱えって言われたような気がして頑張りました。で、作ったのがクーガちなみに鬼の絵文字なんですけど、実際クーガもこの辺にこう角みたいなのがあって金色です。で、クーガっていうのは何かっていうと、フェアクロージャー、
完全にクロージャーの関数だけで書いています。で、ユーザーが自由に任意のタグとか、ヒカップって最初に説明した通りタグネームっていうのがタグ名が絶対あるんで、そこの部分をパースすればそのタグとかクラスとか ID とかっていうのが分かるんですよね。なんでそのタグとかクラスに対してこのタグのタグベクターはこういうふうに変換するっていう変換ルールをユーザーが手にできるようになっています。で、これすごい頑張ったんですけど、マクロ展開時にその変換をすることができるようになっています。すごいクロマ術なんですけど。で、クロージャースクリプトもサポートしています。頑張りました。で、ヒカップのようなデータを変換するライブラリです。ヒカップのようななんで、厳密にこうヒカップだけって言ってるわけじゃなくて、タグを持ってて一番最初のタグネームの部分で何かしらこう分けたりするようなものに対しては基本的に全部使えます。で、変換ルール実際にどうやって書くかっていうと、仮面ライダークーガーだと、グローイングホームっていうのがあって真っ白なクーガーなんですけど、それを真似てクーガー .growing っていうネームスペースを作ってます。どうでもいいんですけど、で、グローイングにそのトランスフォームバイタグ、ID、CSS ってそれぞれ定義していて、で、この場合タグなんですけど、インプットタグに対して変換ルールを書きますっていうのを書いてます。で、パースタグベクター、受け取るのが一番最初が、インプットとかのタグ名なんで、これは、無視して、その次オプションズっていうのはそのトランスフォームするときに、ユーザーが何かしら渡したいはずなんでそれを受け取るようになっています。で、タグベクターっていうのはそのインプットタグをもともと持っていたタグベクターですねが、やってくるようになっていて、で、そのタグベクターを、パースして、タグキーワードとか書いてあるのタグネームですね、本当。で、タグネームと、タグのオプションなかったりするんで、2流のケースもあるんですけど、必ず2番目の要素としてこれ出るようになって、で、最後にコンテンツって言って、シーケンスでその中タグの中に入っているコンテンツの部分を、なんだろう、詰め込んだものだって言ってます。で、これマクロ展開時に展開するやつなんで、タグベクターを受け取ってタグベクターを返すんですけど、そのタグベクターを返すのに、なんかパースしてタグキーはタグネームをキーワードを書いちゃってます。タグネーム出して、で、タグネームはもう一回セットし直して。で、アップデートインプットオプツっていうのは、他で定義してる関数なんで、もちろんこれユーザーが定義してるっていう手です。で、こいつは展開された後に評価されてほしいから、別に戻そうとしてないですね。で、オプションズとかタグオプツっていうのは展開時に評価される。で、コンテンツは、これももう一回戻してるんです。なんで、ここでやってるのはインプットの、オプションというか属性、インプットタグの属性の部分を更新するっていうことをやっているだけです。で、これがフォームグループっていう、そのブートストラップ4のそのフォームグループに合わせてやろうとしたら、なんかすごいぐちゃっとなっちゃって辛いんですけど、これも、結局やりたかったのは、そのコンテンツの部分を、変換したかったんですよね。フォームグループの中には必ずラベルタグとインプットタグと、インバイトフィードバックっていうそのクラスを持った、何かしらのクラスが欲しくて、で、そのエラーメッセージを表示するのにそのインバイトフィードバックっていうのを入れたいんですよね。入れたいから、これコンテンツの部分をゴニョゴニョってやってゴニョゴニョってします。雰囲気分かってもらえればいいんですけど、で、こう書くとこんな風に書けるようになるんですね。一番最初の例のそのフォーム同じ部分を書き直すと、そのバリューズとか、バリューとかクラスとかっていうのが消えて、で、インバリッドフィードバックっていう部分も消えてるんですよ。こう書けると、こう書いたものをトランスフォームに書けると、こんな感じに展開できるようになってます。で、さっきアップデートインプットオプツみたいなのも書いてたんで、実際はこうバリューとかクラスの部分が消え
実際なくて、展開後には関数がこの辺に入ってくるんですよね。まあなんですけど、こんな感じ、イメージこんな感じで展開できます。で、クーガのメリット何かっていうと、まあ、こういうふうに書けるとそのマクロ展開時に変換できるので、実行時の変換コストが、まあ、ほぼない。てか、その微妙に増える関数とかぐらいと、あとなんか微妙に余分なニルとかが増えるぐらいで、その別にそのコスト的には増えないです。で、特別なタグ記法、まあ、タグとか記法とかっていうのを覚える必要がない。フォーマティブとかだと、その、なんだろう、その一生懸命覚えないといけなかったんですけど、新しいそのバリデーションの仕方とかいろいろ面倒くさいことで、まあ、その他のフレームワークとかだと、そのカスタムタグみたいなので、一生懸命覚えないといけないものを覚える必要がないです。で、実際この変換ルール書く、どのぐらい書くかっていうのはユーザーに任されるので、自由です。で、デメリット特にないって言いたかったんですけど、マクロ展開時 の, その変換するルール書くのが少し難しいです。さっきの例に戻ると分かると思うんですけど、こんなやつを書かないといけない時とか、例えばそのセレクトタグとオプションタグっていうのは、密接に絡み合ってるんですけど、そのセレクトタグを処理してるときってオプションタグのことが全く分かんなかったりするんですよね。なぜならそれはコンテンツのところにしか入っていないので、それを全部調べ直したりとかしないといけないとか、そのなんだろう、データ構造をそのプレオーダーでこうウォークしていくんですけど、結局そのセレクトタグにやってきたときにオプションタグの方の処理をやっちゃうと2回通っちゃうとかっていうのがあったりとかして、その結局そのセレクトタグの処理とオプションタグの処理とが別々に存在したりするので、なのでちょっとその辺が厄介だったりとか、あ、消してしまうかします。で、あと実行時、マクロ展開で変換できるといったものも、結構その変換ルール書くのがめんどくさかったから、普通に実行時に変換できる方法も提供してるんですけど、ちなみにそのマクロ展開時に、変換するトランスフォーム関数を提供しているのが Kuga.Ultimate っていうネームスペースで、実行時に変換する方法を提供しているネームスペースは Kuga.Mighty っていう、完全に仮面ライダー Kuga のフォームの名前なんですけど、まあどうでもいいです。で、そんな感じでちょっと変換する方法が速度があまり出なかったりします。で、ファーストで、Kuga とそのクロージャースクリプトの話です。クロージャースクリプトサポートしたんですけど、Kuga っていうのはそのマクロ展開時にヒカップデータを変換することができて、拡張ルールをマルチメソッドで記述することができて、クロージャースクリプトをサポートしているっていうライブラリーです。で、クロージャースクリプトにおいてマクロっていうのは、クロージャースクリプト自身でマクロを書くことはできません。で、セルフホストとかだとできるっていう話があるんですけど、とりあえずそれは忘れておきます。で、マクロ展開するときにクロージャーの環境が利用されるんですね。そのクロージャースクリプトでマクロを使おうとすると、そのクロージャーの方で定義してあるマクロを使えるんですけど、その結局クロージャーの環境が使われるんですよね。で、展開後のフォームに含まれるものは、さっき途中で言ったアップデートインプットオプツみたいな関数とかっていうのはクロージャースクリプト上に定義しておかないといけないです。で、そうすると、ある問題が起こります。マクロ展開時に利用されるマルチメソッドはクロージャーの環境で定義されていなければならない。意味わかりますかね？マクロ展開するときに、そのトランスフォームマクロが内部的に使っている関数がマルチメソッドを利用しているせいで、その展開するタイミングでそのマルチメソッドの拡張ルールが存在していないといけないんですね。クロージャースクリプトのビルド時にその変換ルールをあらかじめ読み込んでおかないといけないっていう問題が発生しました。で、そんなことどうやってやるんだって感じで僕すごい悩んだんですけど、なんかパッと調べると CLJS ビルドとかそういうなんか結構こう広く広まっているツールとかだと、そのクロージャーの、まあ、特定のネームスペースとかを読み込む仕組みがないっぽい
少なくともなんかパッと見えるところには書いてなくて、ソースコード全部読むのもしかしたら書いてあったかもしれないですけど、読むのが辛かったね。諦めました。で、だからどうしたかっていうと、自分でスクリプトを書いて、その中で任意のライブラリー、まあ、クロージャーだとリブって書いて、そのなんかネームスペースのことなんですけど、ネームスペースを読み込んで、クロージャースクリプトのビルド API、 クロージャースクリプトのビルド API はクロージャーから叩けるようになっているので、それを直接叩いてクロージャースクリプトをビルドしないといけない羽目になりました。まあ、実際使う人がいるかどうかは分からないですけど、で、レインエグゼックっていうその、まあ、人間 の、 そのプラグインとかだとプロジェクトの環境を引き継げるので、そのスクリプトを実行するときにそのプロジェクトの中に書いてあるその変換ルールとかを読み込むことができます。で、LINE 人間じゃなくて Boot っていうあのビルドツールとかを使うと、もともとそういう用途で使えるようになっているので、簡単に、比較的簡単に書けるはず。僕はやったことないんですが、です。で、まあ結構駆け足で行ってもう30分超えたんでまとめに入るんですけど、割とハッピーになれる気がしました。クーガーを使うと割とハッピーになれる気がします。これなんかいろいろ使い方があって、僕もなんか今日自分で使っている時に、あ、こんなことできるじゃんみたいなと結構いろいろ気づきがあって、比較とかで不便だなと思ったところを拡張できたりとか改造できるので、割とその便利でした。で、マクロ展開時にその分かっている部分を変換するコンセプト、もともとこれどこからやってきたかっていうと、その比較について調べてたら、比較の HTML っていうマクロがあるんですけど、そのマクロは比較のデータをマクロ展開時に HTML に変換しようとするんですね。なんでそのコンセプトを知って、そしたらなんか実はいろんなことできるんじゃないのみたいなふうに思ったのが、これのことの始まりでした。まあ実際そのフォームに苦しんでいたっていうのもあるんですけど、でなんで実際 SQL ビルダーとかみたいなのを作れるんじゃないかなとかって思ってたりします。ということで以上なんですけど、質問とかありますか。まあ、そうなりますね。そうすると このタグをこの場合で使うときにはこういう変換がしたいけど、別の場合や別の変換ルールをかけたいという場合は、あ、それ一瞬考えたんですけど、普通に考えるとその CSS フレームワークとかってその一つのアプリケーションの中で複数使うものでもないし、そんなになんか同じタグをなんか別の変換方法したいみたいなシーンって進めないのかなってちょっと思ったりして、さっきの問題提起のところでそのフォームをここだとインラインで入ってみたいな話は、どっちか片っぽにを変換するっていう話なんですか。どういうことですか。なんだろう、フォームをなんだろう使うところによってそのなんだろう、ああ、はい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 、これを使うとそのどんどん例に出そうとしてたんですけど、こんな感じで使えるようになっていて、何でしょう、それって多分その使ってる CSS フレームワークとかにも依存するんですけど、結局何て言ったんでしょう、その使うコンテキストによって変換方法を変えたいっていうのがそんなに多いのかって言われると僕はそんなにない気がしていて、逆にそのコンテキストが違うっていうことは、ただその使ってる CSS のクラスとかが変わると思うんですよね。タグで無理だったらクラスでやればいいから実用的には問題ないみたいな。そうですね。だそのインプットはこういう変換をしたいっていう時に、その例えばインプットタグならそのクラスとバリューの部分だけ、だからその属性の部分だけ操作して、あとはクラスの方で細々としたものがあるんだったらそっちの方です、まあ、
すればいいよねぐらいの気持ちで僕は作りましたね。なんでその違うコンテキストだと、まあその違う変換方法がその同じタグに対してとかですよできないよねっていうのはまあその通りなんですけど、まああんまり深く考えてないっていうのは正直なところですかね。実用的には問題なさそうですか。今のところ少なくとも僕が使ってる範囲、まあ全然日が浅いんですけど作ってばっかりなので、少なくともまあそこまで問題になるのかなっていうのはちょっとわかんない。今のところ問題なさそうだなです、ね。あと一個、はいはいはい、なんだっけ、さっきクロヨスクリプトの話聞いたし、はいはい、あまり分からなかったんですけど、そのマルチメソッドはクロージャー側で書いてるんですか。そうですそうです。クロージャー側で書いていて、これそのサンプラーのところにも、あの GitHub とかで見てもらえればこの辺とか、あのエグザンプル CLJS とかあるんですけど。これクロージャースクリプトとあって、マクロのフォームですね。で、さっきの例とほとんど同じなんで、拡張したいのは、インプットタグとそのフォームグループなんですよ。で、これはどこに定義されているかというと、まあ、こういうあのネームスペースが存在していて、ここに定義されているんですよね。で、クロージャー側に定義しておいて、これを、実際にそのビルドするときに使うクロージャースクリプト側で一回リクワイアして、で、実際にビルド、そうですね、まあ、リクワイアでも、まあ、ロードでも何でもいいんですけど、そのネームスペースをビルドするときに、その環境、ビルドしている環境の中にその変換ルールが存在していないと、あの無変換で出てくるの で、そうするとあの意味がないんですよ、ね、っていうのにあの一昨日ぐらいに気づいて、だるみたいなクロージャースクリプトがそのマクロ展開をしようとすると思わぬものだな。クロージャーでですか、はい、どのタイミングだろう、どのタイミングだろうはまずいでしょう。マクロでくるんでるんですかっていう話なんじゃないですか。マクロでくるんですか、そのマクロ展開が走るトリガーは何ですか。そのトリガーコンパイラーのマクロエクスパンド、うん、その場合はマクロのキーワードを見つけた時、その時ってその今定義したマクロのルールが発動される要件っていうのはどこに引っ掛けてるんですかっていうのは質問として正しいですか。だからその引っ掛け、その、変換ルールはだからそのネームスペースが読み込まれる前に読み込まれていないといけないんです、ね、それはそうですね。マクロの展開ルールはマクロを使う前に読まれてなので、基本的にユーザーが、調整するしかないんですけど、例えば、何でしょう、別のネームスペースとかにあるんだったら、まあ、そのアプリケーション起動時に自動的に、そのネームスペースを絶対読み込むようにするみたいな、なんか、まあ、クロマジス的なコードを書いて処理するか、そのトランスフォームっていうそのマクロがあるんですけど、そのマクロを一つくるんだ、まあ、もう一個マクロみたいなのを作っておいて、そこと同じネームスペースとかに、変換ルールを定義しておけば、そのネームスペースを使って、何か、しようとすると必ずそこの変換ルールが先に読み込まれるってなるから、多分今僕が
マクロを読み込んでおかなくちゃいけないっていうのはコロンビスパーとしてはなんかすげえ当然な世界の中で何を言ってるんだろうなっていうくらいな感じなんですけど、その展開のトリガーっていうのがその今のやつだとなんだピカップ系のマクロに何かその勝手に寄せるとか独立して定義したマクロがあるとかそういうその与えられたデータを変換するトリガーです、ね、その全体何かを振ってるのかなとか。ああ、それマクロがあるんじゃないですか。そういうそのデータの変換をする部分っていうのはこれ使う部分は実際はこんな感じですね。トランスフォームっていうやつですか。そうです、そうです。このトランスフォームっていうのがそのマクロになっていて、なんでトランスフォームを通すと変換した結果が即時として書かれているがごとくに取り扱われる。そうです、そうです。